はい、プッチンプリン、プチンプリン関係ないけどね。今日は今日はじゃあ天勝剛のおうち、こんばんは、天勝剛のおうち、よろしくお願いします。そうだね、今日はこれほらマイクなし、生でいこうかなっつってことでね。まあ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 ね、あってもなくてもほとんど変わりはございませんね。週の一発目月曜日7時50の2分ね。まあまあ若干今日はいわゆる散歩30分早く出たね。涼しいんかな思ったら蒸し暑かったね。ぶっちゃけた話、今日一日皆さんどうでしょう、お勤め無事に終えられましたでしょうかっていうね。そして学生諸君は頑張ってね、学校頑張ったかね。蒸し暑いのまだね、9月の半ば超えたところだけれども暑いね、正直な話というところで体調管理ね、気をつけていただいてね、無理なく。これ邪魔や、今日はマイクなしやから邪魔や邪魔や邪魔や、無理なく、行きたいなというところでね、よろしくお願いしますよ。そして今日初めて天勝剛チャンネルご覧になってくださっている方につきましては、チャンネル登録のほどよろしくお願いします、ね。今日はべしゃりがあったかなかったか自体を忘れた、ね。まあまあまあ、それ忘れる時もあるんですけど、まあまあどっかでは思い出すということもねございまして、なんやろ、特別今日はヘジマやなんやつうことはございませんで、なんか報告があったの。まあ何にもないいうことは平和でっていうことにもつながるし、そして今日あれでしょ、甲子園デーゲームあったわけでしょ。で負けたね、まあまあね、負けても勝ってもあれですけども、優勝は優勝なんですけど、ちょっと休憩して、で、CS、ね、クライマックスシリーズに備えるのかなとかね、いろいろ考えたり、段取りしたりなんかしたりなんかしましてね、まあ最終的には日本一という形で、あれじゃなくて、それでした、ね、ということでね、やっていこうかっつうところでね、まあ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 、そこに合わせて、まあ我々、トラ党も向かっていきたいなというところでね、まあ、まあ全国のプロ野球ファンの皆さんもですね、なんとか一日でも長く野球を楽しみたいとね。そしてまあそれは個人的なまあ希望といいましょうか、一日も早くちょっと寒いなぐらいの、風呂に浸かりたいなぐらいの、そういう状態になってほしいなっていうね。ね、まあまあこれは個人的でございますけどね、秋という感じではございません、夏でございますね。行こうかとしたらね、今日はもう大した他にべしゃることも多分なかったかなって。もういよいよ来週ですか、いわゆるがん検診、これパチパチと言っての胃カメラ26ががん検診、膵臓、膵嚢胞3センチ、強、ね、まあ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 、なんとかまあまあね、よっちゃんでいこうかなと。で、30日間胃カメラ、これはもう寝てる間にやってもらおうかなっていうところでね、そのあたり、今の大ニュースはそう、あ、そうや、25日、その前にリーちゃん行かな。リーちゃんの、チャインコをまた前にカゴを乗せてのリーちゃんをまずは病院に連れていくと、ね、このアレルギーの状態がもうまだ完璧ではございませんが、もうちょっとずつだけど良くなっているという形で、今もうほら散歩して寝てる、ね、カキカキがないだけでもね、もう随分いいじゃないですか。あかん、べしゃりないぞとも4分37秒ね、いいところでいきますよ、よろしくお願いします。また後で思い出したらべしゃるかも。
かこぼれないように思い出す春の日、ひとりぼっちの夜、上を向いて歩こう、にじんだ星を数え終えて思い出す夏の日、ひとりぼっちの夜、幸せは雲の上に、幸せは空の上に、上を向いて歩こう、涙がこぼれないよ、泣きながら歩く、ひとりぼっちの夜、思い出す秋の日、ひとりぼっちの夜、悲しみは星の影に、悲しみは月の影に、上を向いて歩こう、涙がこぼれないよ、泣きながら歩く、ひとりぼっちの夜、ひとりぼっちの夜。はい、お気になりました、雨強バージョンね、そのあたり、まあまあまあ、まあ、ちょっとお手手の調子もちょっとちょっとかなぐらいで、まあ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 、ここでまあまあちょっとだけで、ちょっとだけで、ちょっとだけでいきますんなら、これ祈りのあるよ、祈りね、お前が去ってくその前に、イエス、ね、マザーある、マザーね、マザーね、うん、何がある、これ何がある、殉職のクレパスね、でしょっぱい三日月の人生はラララ、何がある、何があるやろ、グッバイ青春、愚か者あるで、愚か者、愚か者よ、お前の流した涙を見せよう、いうな、ね、そまで、と何がある、何がある、ね、チャールさんある、チャールさん、昨日なあれだったもんな、あーちょっと痛がってきた、ちょっとこれ兄貴、
両足が鉄の棒のように痛かった。お前と二人で不動産屋を回った。張り紙を何度も何度もなぞりながら、井の頭線で五つ目の駅で降りた。愛想の悪い酒屋で俺は缶ビールを買った。植木鉢の下に鍵を置くことに決めた。見ほどきできない段ボール箱を背中にして、俺たちはエビのように丸くなった。今日から俺東京の人になる。のこのこと来ちまったけど、今日からお前東京の人になる。せっせせっせと東京の人になる。こんなここまでね。もうこれじゃったらもうまたお手でえらいことになるからね。まだまだこれ今度フルでやろうね。フルでやりましょう。今日はここまでね。マザーもまたやろうかね。というところでやるやついっぱいあるけどとかね。大きにありがとうございました。汗かいたりなんかしたりなんかしてね。やっぱ暑いわけよね。汗かくっつうことは暑いわけね。そのあたりまあ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 ね。今日もおー、まだ8時ちょろっとやから、早いわけよ。ね、そのあたりで。まあ行きましょう。ね。明日も、頑張って参りたいと思いますのでね。皆さんも、明日も一日頑張っていこう。ね。もう乗り切っていくしかないんで、ゴールはそうそうございません。はっきりはしまうけど。ね。まあまあ、そのあたりで。行くところまでは行かせていただきたいなというところでね、頑張っていきましょう。今日もありがとうございました。これね、明日もまた元気にお会いいたしましょう。バイバイ。ロックロール、おいファイト、行くで。バイバイ。明日もよろしく。いい夢見てくださいよ。おやすみ。